おはようございます。2011年5月5日木曜日6時5分になりました。今日子供の日ですね。ゴールデンウィークももうそろそろ U ターンのラッシュが始まるような時期に入ってきましたけれども、さてですね、ちょっと今日はニュース個別にちょっと取り上げない話になりますけれども、ですね、今朝のニュースをですねザザーっと見ててちょっと気になったことがあって、どういうことかというとですね、ゴールデンウィーク中だからかなんだかわかんないですけれども、福島の原発ですねに関連するような動きがほとんど報道されてない日というか今朝はなんですね。今日は原子炉の建屋に初めて作業員が入るとかっていうニュースがあるんですけれども、それ以外はですねちょっとここで Google のニュースなんですけど、ここで原発っていうので検索をしてみると、実はあまりこれといってないんですね。主張なんで事件でも何かが起きたわけでもなくて、でこの2つ目が作業員が入るよっていう話、この2つ目3つ目そうですね、そんな話で今日こういうことがあるよって、でこれは青森の話 でこれ清水社長が謝りまくったとか、原発の知事がなんかこう日本国の責任がもっとあるよとか、なんかそんな双葉町の町長が国に要望したとか、なんかそんな話ばかりで、なんていうんですかね、その原発のところで何かが改善されたとか進展したとかっていう話が何一つない、何かが発表されたとかない、これがですね私にはすごく気になっていて、なんていうんですかね、関心が薄らいでるというか、原発に関してははっきり言って何一つその改善はされてないんですよね。起きた時点から何かが劇的にこう良くなってるのかっていうとそれもよくわからない状態で、そもそも今日その原子炉建屋内に初めて作業員が入るというようなことになっているということで、要は何が起きてるかっていうのは全く誰もわからない状態のまま実は2ヶ月が過ぎてるということで、そのことをですね、ちょっとそれが私にはどうもなんか怖いなというかですね、どんどんその無関心になり始めてるのかなという気がするんですね。何一つまだ改善されてないし解決をしていないし、で東電の発表した工程表に通り、動いているのか動いてないのかすらよくわからない状態で、菅さんも昨日はなんか5時間かなんか被災地避難所かなに行ってそのじっくりといろんな人と話をしたとかいう風になってますけど、いやいや菅さん5時間も今そんなことに時間割いてる場合なんですかっていうね、別に避難所に行くなとは言わないですけども、行ったところで何かが解決するわけでもなく、それは当然そういう人たちのガス抜きという立場で怒られに行くというのもありですけども、それって首相がすることですかとね、もっとその原発だけでなく今世界的にいろんなことをやらなきゃいけないことが山のようにこうあるのに、そこを本当はやらなきゃいけないんじゃないのっていう、ちょっとですね私はこれあえて、もしメディアがあえてそんなにもうみんな関心がないやろなっていうことでどんどんもうなんか縮小気味になってきて原発関係のニュースを抑えようとしているのかだったらまたジャーナリストとして問題ですし、ジャーナリズムとしておかしい話で、その国民の人気があるかみんなの関心をどう思ってるかだけの操作をしてるんだったらちょっとそれはおかしな話でしょうと。でそれからそういう国の動きも全然そのこれに関して発表があるんだと思うんですけど、その東電とかねあの辺の報道発表とかやってるはずなんですけど、そこの内容が全然報道されない、あるいは報道すべき内容がないとすると、何一つ手つけられないまま、もうすでに2ヶ月ほどが経ってるというのは、果たしてこれはどうなんでしょうね。ちょっと
なんかあまりにも無関心になりすぎ始めてるんじゃないかなっていうのが私には気になっています。ということで今日はあの個別のニュースは扱いませんでしたけど、なんかちょっとねおかしいなっていう気がしましたんで、お伝えしました。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。